え、すごい。皆さんこんにちは、ナビゲーターの赤川です。これ声入ってるかな。今神戸空港にいるんですね。で、前回の動画の続きなんですけど、今から今日泊まるホテル、泊まるっつっても泊まんないんだけど、正確にはホテルに行こうかなと思います。ここからポートライナーに乗って、まずは、神戸の三宮まで行くっぽいです。乗り換え情報によると、行きます。乗客俺だけ、左側通行慣れないな。韓国とやっぱり違いますね。はい、ということで、今津駅を降りたところです。この近くにですね、ホテルがありますけども、結論から言っちゃうとですね、今日ラブホテルと思うんですよ、ラブホテルに、ね、で、アポで言うと思うんですけど、15時予約開始みたいな文言があってですね、予約じゃない、チェックイン開始があって、もう15時過ぎてるんですよ。やべえと思って、普通のなんかホテルなら事前に連絡しないと、ちょっといきなりダメでーすって言って、やばいかなと思って一応電話したんですよ。すいません、10分ぐらい来れますって電話したら、あ、大丈夫ですよって、日付変わるまでに来ていただければ大丈夫ですみたいな連絡をいただいてですね、すげえいいホテルじゃんラブホテルってそういう仕組みなんだ。そらそうか、ね、ラブホテルが何なのかっていうのを考えた時に、そらそうか、夜だもんな。で、まあ本日お世話になる、ラッキーさんというホテルなんですが、どこだ、ラブホテルって結構あれか、ちょっと外れたところにあるっていうイメージがありますね。やっぱりそのドドンと書くとね、子供にもよくない的なあれで、わかんないですよね。この国道線に沿いにあるっぽいですね。それはそれでどうなの。ということで、着きました。本日の宿、ラッキーさんですね。もう見るからにあれやん。ラブホ行ったことないけど、見るからにあれやん。もうそういう雰囲気が醸し出されてる。今回の部屋707号室だそうです。8階まであるんだ、すごいね。まあビジネス利用の方も結構いるみたいですね。そういう言い方をされていました。さてさて、どんなもんかな。なんかね、予約できたプランはとりあえず一番安いやつを取ったんですけど、どんなもんかな。え、すごっ。何これ。はい、クソデカテレビがあるんですけど、なんか全然いいけどね、全然ビジネスホテルみたいな、なんかいかがわしいグッズでもあんのかなと思ったら、そういうわけでもないし、こんな感じでいろいろついてますね。へえ、おもろい。はい、で、ここもこういう風になってんだ、面白いな。どこ出てかな。
こういう方はちょっとわかんないけど、しんちん、これがしんいちね、しんいち。おお。ですね、一人利用でも一応2つ用意されてます。カップルでグルテンが前提ですからね。よいしょ。うわ、よいしょ。こわいい、おもろ。めっちゃいいやつじゃん。でまあちょっとこのホテルのね、簡単な紹介をしておくと、紹介というかどういう感じになっているかを説明するとです、まあ、ここに書いてある通りなんですけど、まあ今回ビジネス仕様ということで、まあ、メンバーズの方ないですよと。本来はあるらしいです。でまあ降臨無料とかあったらしいんですけど、これ知らなかったな。ビジネス客は119円払えとで一泊の場合追加のアミニティの上に払えてましたね。3泊なんで全然いいです。で、タオルの追加も貸してたんですけど、なんかね、タオル、あれでした。紙タオルみたいな。だから、ふっかふかのやつじゃないやつなんだけど、まあ、別々にいいかなって感じ。で、はいはいはい、こんなのいいですね。で、外出るときは、一旦ここの内線キューバにかけてから外出してくださいということでした。で、戻ったら戻ったで、もう一回、多分707のナビゲーターの動画で続いて、で戻ることになりますね。じゃあこれ忘れそうだな。でチェックアウトはお昼の12時。これは大丈夫だと思うんだよね。でまあ1分でも過ぎると、まあ1000円とかかかりますよと。でチェックアウトは、ございます、お帰りボタンを押してルームカードを押してくださいと。でまあね、先に事前にその宿代は払ってるんですけど、もし僕が今からこういうの買った時は、最後にあの支払いの時にもう一回追加でお金かかるから覚えときよっていう感じなんだと思います。なんでどうやらまあミノピザも食べれるよって感じで、なんかこういうの注文してお部屋で食べれますよみたいな感じ。さすがにね、ちょっと1階に取りに行かないといけないっぽいんですけど、まあ、支払いもねそこでやらないといけないっぽいんですが、まあ割といいよね。すごいね。ラブホテルだからやってんの？それともラッキーさんだからやってるのか知りませんが、こういうサービスありがたいね。よいしょ。では DVD をご利用くださいとのことですが、まあなんか別にサンプルがあるとかそういうわけじゃなくてですね。こんな感じで。動画が大画面で楽しめますという感じです。すごいね。ラブホテルすげえな。うわ、美味しそう。美味しそう。これ持ってきてくれるの？うわ、持ってきてくれる。え、飯食ってから行こうかな、ここで。うわ、しかも別にそんな高くないしね。うどん、今回はまあこっちの価格なんですけど、全然あり。空港とかの方が全然高いし、明日の朝ごはんここにしようかな。多分会計は最後に入ってるんでしょうね。いいじゃんいいじゃん、めちゃめちゃいいじゃん。ちょっと Wi-Fi 繋いでみるか。まあ照明もね、なんか余計にオシャンティーなやつもありますし、さっき見た通りここ全部ねボタン一つで消せるんで、そういう使い方はしないんですけど、ちょっと眠いんで寝ようかな。でね、あれがあります。
充電はここにあります。ここにありますし、割とねコンセントはちょこちょこあるんですよね。こことかとか、あとこことかね。だからまあ充電には困らないかな。うわぁビビるんだよ一回一回。でもここにもありますしね。ちょっと眠いし寝るか。とりあえず寝ます。電気はここからね。よいしょ。うぃおじぎ。うわでかっ。あ、そっか、ベッド2つあんのか。よいしょ。はい、ということでですね、今深夜の1時なんですけど、ちょっと外出をしてみてですね、再びラッキーさんの方に戻ってまいりました。で、一回ですね、フロントの方に寄らなきゃいけないんですけど、フロントにかける電話があるので、そこからちょっと手続きが必要って感じですね。行きましょう。あ、外出していただいた707の中川です。はい。エビス様のビールと。なんやこれ。焼きそば、ホッケ、食います。ペリペリペリってするのがいいよね、気持ちいいよね。うん、まっ。エベスさんのビールです。お野菜いただきます。おお。やばいやばいやばい。今ね、テレビで YouTube 見れるんで、YouTube 繋いでるんですけど、あ、焼きそば温まった。進みが遅いっすね、インターネットの。小さというかまあ続きまして塩焼きそばです。ババーン。よいしょ。電子レンジあるのありがたいね。ビジホでもたまにないとこありますからね。ラブホテルで塩焼きそば食ってるの多分俺が初めてだろうけど、まあまあだな。あ、酒が回ってきた。うん、テレビの YouTube は繋がらないですね。いろいろ頑張ってみたんですが、ちょっと無理そうです。ちなみにこんな感じでビデオオンデマンドのこれらの映画たちがですね、まあ無料で見れるということで、これはありがたいですね。君の心臓を食べたいってこのジャンルに入るんだ。 牛島くんばっかだな。まあアダルトはどうなのかとなるんですが、もちろんございます。やべ、もう戻りかけなきゃ。じゃあ最上です。すごいね。ちょっと買ってみますか。まあいいや。じゃあ緑茶で。
これで、緑茶が買えました。でこれによってですね、この料金が変更が多分あるんですよね。当たり、やっぱそういうことですね。緑茶高いよ。3種類あるんだ、オーバーヘッド。なるほど、これで調整するんですね。もしこれをこっちにしたら多分出てくるんでしょうね、上から。いくよ。よいしょって感じです。でここには、はい、紙タオルあります。とあとは美容液と、なんかよう分からんやつと、シャンプー、ボディーソープ、コンディショナー、全部あります。いいですね。ちょっと入っていこうと思います。このドライヤーはめちゃめちゃ風圧が強くてですね、すごく快適に髪を乾かせます。めちゃめちゃいい。はい、ということで帰るんですけど、これですね、お帰りボタンっていうのも、帰るときだけ、お一回だけ使うんですけど、押します。これにより、よいしょ、開けます。ありがとうございました。帰りはね、あの機械にこいつを通して追加料金だけ精算します。この機械に、ただいまご請求額の問い合わせ中です。ご請求額をお確かめの上、はい、お金に、はい、払いました。ということで出れます。めちゃくちゃ寒い。はい、ということでいかがだったでしょうか。ラッキーさん、まあ、ラブホテルですねに、まあ、あの男一人で泊まってみたんですが、結構快適というかね、なんならね、その辺のホテルより全然いいと思います。1泊8000円ぐらいで、ね、ちょっと高いなと思ったんですけど、高級ホテルに比べても遜色ない感じの、いい感じのホテルだったので、サービスもいいですしね、で楽しめたっていうのが嬉しかったですね。あとまあいろんな機能備わってますし、 Wi-Fi がちょっと弱いっていうのは難点ではありましたが、まあ別にね、ホテルっていう要は寝るだけだしだから全然気にならなかったですね。ということで、今津の駅を出ようと思います。今からあの関空に向かって、もうジェットスターで帰るんですけど、っていう動画が次の動画になると思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。